久保さん、飲食店いいっすね。飲食店しかも、まあ、安いし、飲食店の方に喜ばれるだろうし、ね、今またね、あのー、感染症広がって、またね、多分東京とかもまた、ね、あのー、なんだ、緊急事態宣言発動されるんじゃないですか。東京はまん延、あ、じゃあ、沖縄とかすごいですよね、今。多分んま延なんとか措置みたいなのもなったと思うんですけど、東京も多分近々なると思うんで。 うんいいと思いますね。うんだからそのお金を、まあ、稼ぐっていうことができるようになると新しい手段ができるんですよ。新しいその使い方ですよね。だけどこれ稼,が稼げないと結局その何だろうな。それで終わりみたいな。終わりですね。自分も欲しいもの入手に入らないし うんそういう企画もできないしだから結局ずっとその個人個人デフレというかね個人デフレというか <laughs> うんまあそれの悪循環ですねうん自分が稼げないから逆に言うとあのほとんどの人が嫉妬だったりとか妬みがある人ってあの自分が ひもじい生活してるから嫉妬とか妬みがあるわけですよ。まあ僕も貧乏だった時そうだったんで。うーん。やっぱね、めちゃめちゃその劣等感というか嫉妬妬みのオンパレードでしたね。なんでうちはみたいな。だってその子供っていうのは、うん、生まれた、生まれる家って選べないじゃないですか <laughs>。生まれる家選べないですよね。うーん。 もう何回母ちゃんにうちは貧乏だって言われてたか分かんないし、うーん、だ今はまあ稼げるようになってよかったなと思いますね。まあ、逆に言うと、まあ、松下さんが言う通り、まあ、なんで松下さんは成功したんですかっていう、貧乏だったから、あー勉強できなかったから、<laughs> 病持ちだったからって、これね、全部僕に当てはまるなっていうのがあって、僕も病持ってたんですよ。生まれてすぐ尿管 逆流疾患なんちゃら症っていうね病気を患ってましてまあその幼少期40度とか熱出て病院にすげえ担ぎ込まれてたんですよそれは尿が逆流してバイキンが入っちゃってで熱エールみたいなでこれ手術大きい手術しないともうダメだってなってで6歳か7歳ぐらいの時大きい手術ね大学病院にしたんですよまあその病持ってたんですねだから僕はあのあのあのぞうさんの上の方に大きいその かあのもうだいぶ消えたんですけどそのなんだすごく手術のメスの跡がありますいまだにちょっと多分残ってるんですけど、うん、なんその病も持ってたでしょ貧乏だったでしょ勉強できなかったでしょ <laughs> 今思うと本当には松下さんの言う通りだなっていうな逆に貧乏だったからくそクソ,クソ将来お金持ちになってやりたいなと思ってたしあのなんか いろいろそう思っ,思っ得た理由は、まあ、僕が裕福な家で生まれてたら多分そうは思わなかったんでおそらくね、うん、だら今の人生があるのはやっぱ、うん、貧乏な家に生まれたおかげだなとおか,げおかげさまでって感じですねって言えるようにできたっていうのが良かったですねでも多くの人はその言えるようにできないんで、まあ、ビジネスの世界っていうのは結果が全てですからねうん まあそう言える人生にするかしないかはあなた次第です。いっってらっしゃい